今日の県内は昨日に比べ各地で10度前後も気温が低くなっています。明日朝は今シーズン一番の冷え込みになる見込みで、体調管理などに注意が必要です。県内は寒気が流れ込んだ影響で気温が上がらず、午後3時現在で仙台で 15.4 度、白石で 15.2 度など、昨日の同じ時間に比べおよそ10度も気温が低くなっています。あ、びっくり、急にこんなに温度が下がるなんてちょっとびっくり体調に気をつけないとなと思って、はい、なんか来てこようと思ったのね。実は来てくればよかったんだけど、そんなこんな寒くなると思ってなかったから、もう帰りにどっかでカーディガンかなんか買ってくるとかっていう話までしてたんだけど。仙台管区気象台によりますと、県内ではこの後も気温が下がる見込みで、明日朝の最低気温は仙台で10度、石巻で8度など、今シーズン一番の冷え込みになる見込みです。